まあこの地区で親父の大正生まれが大学行くじゃないことはほとんどないので、うんうん、でまあこの地区では有望されて、何かな、あの みんなの憧れの的であったと思います、うん、親父もそれにあの何かな、うん、期待をはぶらかさんように一生懸命努力しよったと思います。だけどそのある日突然かな、農業の方ではこのままではいかんぞということになって、いろいろ考えた末に、私にはマサと神と自然は同じものぞと言って、未だにそのどうして同じものかというのは言葉でははっきり要請があるし、うん、親父も言葉で表せんので難儀やったと思う。世界に向けて自然とは何か、神とは何か、どうやって人間は生きていったらいいのかというのは本当の、うん、親父の気持ちだったと思うんですよ。それを一生費やしたなと今は思っています。なんでそんなことを思いついたのかということになると、今のままの科学一本やりの地球ではそのうち滅んでしまうであろう、親父は直感的にそう感じたんだと思うんですね。だから人間が何百年何千年もこの地球で生き延びていって、みんなが幸せに、ああ人間として生まれてきてよかったなというような世の中を作るには、うん、この自然農法しかないというの結論を出したと思うんですね、うん、経済一本やりみたいなんだったら多分行き詰まると思う、うん、世界にこの思想を広げたらいいなと思って、慈悲を出して、でも世界中飛び回ったような気がする、うん、何が素晴らしいか言っても、その自分の信じた方に一生推し進めていって歩いていった、目標を作って歩いていったのが素晴らしいと思うんですね。それは別に間違いを取るとは思わんし、人に迷惑かけることもないし、今になったらある程度その自然のものを食べたいジャムの人がたくさん増えてきて、世界中にほぼかにぼつぼつそういうのが出てきようということは本当にいいことをしたなとは思っています。